今何ヶ月でいらっしゃるんですか？今8ヶ月に入ってますね。はい、いかがですか体調などは？そうですね、体調は非常に良くというか変わらず、はいはい、お仕事も順調にさせていただいてますし、はい、それから昨日は結構帯同が激しくて、なんか一人運動会してるなみたいな感じでしたけれども今からですね、その人幹細胞コスメ X リュークスさんの大ヒットと、まあ、高嶋麻紗さんのその安産祈願をちょっと願いまして、はい、その高岸がですね、腹筋をちょっとね20回ほどしましてよし関係ないじゃん。でその後ちょっとね済美高校風のなんか発声の仕方で、まあ、そのちょっと前向きな一言をちょっと披露させていただきたいなと思うんですけども、はい、よろしいでしょうか？はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしいでしょうか、お願いいたしますじゃあ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、超高速ですよね。10、頑張れ、頑張って。14、たくさんの大人に見てもらってるから、16、17、18、19、20、はい、皆さん大きな拍手をお送りください。かなり、はい、完全に X リュークスの大ヒットとその安産を祈ってますって言ってましたね関係ない、分かんない。スキンケア用品のアンバサダーということですけど、改めていかがですか？いや、やはり女性としては憧れですし、まあ、曲はな時代割と3枚目寄りでやってきた私がですね、このような大役を仰せつかりまして非常に嬉しく思っております。8ヶ月ですよね。そうなんです。いつまで仕事をされるんですか？一応テレビ局の規定では1ヶ月前くらいまでという感じで、産後も、まあ、2ヶ月からもしくは診断書があればもうちょっと早くということなので、そのテレビ局さん側のコンプライアンスにのっとってと。はい、復帰最短目指すみたいなこと言ってました。そうなんですが、私が軽々しく発言したばっかりにですね前回ちょっとリップサービスも含めまして軽々しく発言してしまいまして、まあ、子育てや出産はそんな甘くないと厳しいお叱りの言葉もいただきまして大変反省してましてですね、体調とそれから子どもの具合を見て、そして周りの方々ともご相談しながら徐々に復帰できたらいいなというふうに思ってます。高岸さん、先ほど復帰した後のあれは何でしたんですか？あれは X1 さん、X ラックスさんの大ヒットとマーサさんの安産を祈願してますと伝えます。全然聞き取れなかったんですよね。あ、そうですか。もう野球部時代の発声で何言ってたか分かる？ちょっと分からない謎の呪文が、はい、分かんないですよ、何言ってるかね出身の高校はそういう風に言ってるってことですか？まあ、全体的にその、まあ、発声というか野球部の声の出し方が基本あんな感じなんで、まあ、多分野球部のやつみんな集めたら聞き取れるとは思うんですけど。あ、そうなんだ。挨拶もあんな感じですか？そうですよ。どんな感じ？じゃあ名前呼ぶんで、高岸。あらだ、おはようございますわ。あげててイエース前田さん出ます？僕も全然やりますよ。あら、前田。あいやすごいね。マーサーやってみますか？できるかなちょっとアナウンス4アナウンサーの発声と違いますからね。見ちゃわない。マーサー、あいやどうなんだろう。いや、どうだった？伸びしろがたっぷりこれからみたいな。野球部入れそうだな。今赤ちゃんびっくりしてる。大変に悪いんじゃないですか。大丈夫かな。いや、でも見た感じ8ヶ月にしてはちょっと太った女の人ぐらいにしか、まあそうですね、前回も申し上げました通り、ちょっと食べ過ぎた時と変わってないですね階段登るのも辛いんですけれども、ラーメンはしごした日とあんまり変わらない出産はお父さんとかご主人さん立ち会う？主人には立ち会ってほしいということは言ってるんですけれども、父親はどうでしょう、病室の外で待っててもらうかなと。生まれたらどっか連れて行きたいと思って？いや、まあいろいろなものを見せて一緒に経験したいなと思うので、特にここというのはないですけれども、はい、いろんなとこ行けたらいいなというふうに思います。お父さんついてくるんでしょうね。ちょ本当に来そうで嫌なんだもう私はほら一応嫁に行った身ですからね、はい。